2020年青木かのんはチャンネルがバンになりかけてます。現在進行形。え、こんばんは、元男の子の青木かのんと元から女子のケルケルますみです。ついにやってきましたよ、年末スペシャル企画、今年2020年のダメ自慢対決。いや、用意してますよ、とっておきのダメ自慢を。いやいや、私負けませんよとんでもないなりますから。いや、こちらもすごいですからね。先行方向じゃんけんでしょ。 OK です。最初枠じゃけっぱい。うわっすどっちじゃあ先で、とりあえず発表していきますよ。はい、お願いします。はい、いや、私、はい、激辛のもの結構好きなんですよ。蒙古タンメン中本とか結構好きって食べに行ったりするんですけど、はいはいはい、次の日割と大事な用事が入ってる前日に食べに行っちゃったんですよ。そしたら次の日の電車乗ってる時にもう便意、大丈夫ですか、このチャンネルで出しちゃ大丈夫。あ、いいっすよ、全然。あ、大丈夫ですか、はい、端的に言うとうんこが頭を出してしまったと。電車内で頭って何ですか。いや、わかるじゃないですか。よくわかんないっすよ。いや、本当ですか。うんこってそもそもお出ししたことない。いやいや、ちょっとよく言いますよ。いちごしか。アイドルみたいなこと言わないでくださいよ。いちごしか。いちごしかってなんすか。電車内でちょっと、うんこの頭が出てきてしまったと。まずいと。すごい冷や汗かいちゃったんですよ。やばい、漏らしてしまうと。私、過去にこういう経験があったんですよ。中学の時、実際、全部漏らしちゃったことがあって。ノーパンで一日過ごしたっていう体験があったんで。学校でですか。学校でです、はい。もう忘れもしない、数学の授業。え、ノーパンって、私当時男子だったから、はい、学ランだったんで、ノーパン別にそんなに抵抗ないですけど、え、あれですね、もともと男の人ではないですよ、はい、全然関係ないです、はい。スカート、スカートです、はい。スカートでノーパンってやばくないですか。一日ノーパンで過ごしてて、しかも当時なんかスカート巡りとかなんかあったんですよ、なんか中学生ウェーみたいな、やりますね、ウェーみたいな、それがマックスやりますね。スカートめくられた時は全見えだと。その時のあのトラウマがやってきて、うんこを漏らしちゃいけない、うんこを漏らしちゃいけないっていう、はい、電車の中で結構パニックになりまして、で新宿駅あたりで一回降りて、はい、脱粉未遂で済んだっていう、はい、事件が起こりました。大丈夫かなこれ。なかなかパンチあります。パンチありますね。はい、ありますね。やりますね。じゃあ私の、はい、いきますよ、はい、2020年青木かのんはチャンネルがバンになりかけてます。現在進行形。ええ、どういうこと。えこれは リアルです。ガチです。え、いや聞いてないですよそれ。えあれ言ってませんでしたっけ。全然聞いてないです。えあ、本当ですか。はい。え削除される可能性。ちょ、ストップストップストップ。えマジですか。動画出していいんですかね、わかんないですけど。え、全然聞いてなかったですよそれ。これ経緯話した方がいいですよね。あ、はい。先月ぐらいから YouTube の運営から、あなたのチャンネルがほにゃららです、私のチャンネルで聞き覚えのある BGM ありますね。てて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 てめっちゃ聞きます。はい、3年前、2017年から私使ったんですよ。もちろん私はその曲が著作権フリーの BGM だと思ってますね。なぜその BGM を使うことになったかっていうきっかけが、当時私がハマっていた海外の YouTuber さんが使ってて、私もこの方の BGM 使いたいと。でその方の動画の概要欄見たら著作権フリーの BGM サイトが貼ってあったんですよ。あ、そこに行けばその人と同じお揃いの BGM 使えるんだと。いや、これあるあるですよね、あるある、 YouTuber としては。でそのサイトに飛んで、もちろんそのサイトも海外のサイトなんですよ。そしたらそこにフリー BGM って書いてあったんですよ。でも著作権とか全く侵害してない。そうですね、フリーって書いてあったら。それ私ダウンロードして使って3年間何事もなく過ごしてきたわけですよ。したらここ最近その BGM が著作権侵害をしてますと。マジですか。これ私たまげまして、しかもその BGM って約3年間使ってたんですよ。何本くらいあります動画。かっこ多分700本ぐらいに使ってたって。マジですか。 YouTuber だったらそのことの重大さ分かりますよね。やばいです、やばいです。要するに今現在私の過去動画700本広告が著作権所有者の方に流れてるわけです。マジですか。やらかしたなと私は怖くなって、 Google のその YouTube の運営会社の中の人に聞いて、どうしましょうと。はい、どうしようもない。マジですか。何もできないんすか。ごめんなさいみたいな感じで。あ、でもそれはルールなんで。そうですよね。怖いのが YouTube の仕組みってなんとなくわかるじゃないですか、はい、過去動画も再生された分私たちの収入になるから、はい、言ってみれば歌手ってカラオケ印税とかで食べてるわけじゃないですか。
はい、YouTuber も基本的に収入って過去動画も結構大半占めてません？確かに。ちょっと財産的な。財産なんですよ、はい、私のその動画がおすすめ動画とか関連動画に乗りにくい。そうですよね、みたいな感じなんで、はい、AI 的にも、なんか AI 的にも、なので私のその総再生数がガタ落ちになってるんですよ今。あ、そうなんですよ。12月もう11月ぐらいからそうなんですね。平均の3分の1以下に落ちてて。3分の1ですか。3分の1なので、これどうしようかなって。でもどうしようもできないから、はい、この状態だったらまだ私は別にバンされないんですよ。ああ、そうなんですね。どうしたらバンされるかっていうと、いやいやいや、著作権侵害私してませんよ、なので異議申し立てしますっていう。ああ、ありますよね、そういうボタン。反論ボタンがあるんですよ、はい、それ押してしまったら私は多分削除されます。こんなシビアの世界なんですかね。なので完全自業自得なんで、はい、私がそのこの動画で言えるのは、海外のサイト BGM サイトで音楽はダウンロードした方がいいよって、こうなっちゃうよっていう。言ってなかったでしたっけ。いや、知らなかったですよ全然。財産失った人みたいな感じですね。そうですね、横流しされてますもんね、しかも。まあでもそれはもう本当に仕方ない。仕方ない。ちゃんと日本のサイトからダウンロードして、日本の中での著作権がちゃんとしっかり表記されてる、そこでダウンロードしないとダメですよ。だから本当失敗しました。いや、ガチなやつすぎて。いや、YouTuber 的にはそれかなり死活問題っていうか、怖いですね、そういうのあるっていうのは。大丈夫ですか？これからどうしていくとか。何もどうしようもないんで、もう新しい動画作り続けるしかないですよ。マジですか？BGM 使わずに。ただなんか怖いのが、いや、お前、その BGM をただ使いたかったから著作権侵害してるの分かっててアップロードしてんだらみたいな言われるかもしれないけど、でも YouTuber の目線だったら分かると思うんですけど、それ分かってたら絶対アップロードしませんよね。いや、しないですよ、うん、そんな怖いことしないですよ。広告が全部剥奪されちゃうんで、はいはい、全部その著作権主の方に流れるようになってるんで、はい、もう絶対できないんで、はい、知ってたら絶対そんなことしないですね。絶対しないですね、はい、海外のフリー BGM サイトは危険です。これは私の勝利ですか。勝利。いや、ちょっともう次元が違いすぎて、なんかちょっと笑っていいのかなみたいな。これあまりにもちょっとあの一線越えすぎて。そうですよ、失敗談どころではなくて、失敗談死活問題。死活問題です。もう無職になる。無職。リアル無職ですよね。リアル無職です。いや、そんな重大事件があるんだったら早く言ってほしかったですよ。もう事務所の人にもすっごい怒られました。あ、本当ですか。ことをしてくれるんですかと。散々コンプラ研修で著作権フリーのちゃんと明確になってるサイト使えと、なるほど研修受けたじゃないですかって。ただ私3年前からウーム入る前からずっと使ってた BGM だったので、まさかの。いや、もう大勝利です。おめでたくない、全然。ウィン。いや、さすがにちょっとそれはこっちもうんこを出して貼ろうと思いましたけど、ちょっと次元が違いすぎましたね。頭出したのに。頭出してもちょっと太刀打ちできなかったです。クソ。いや、クソとかじゃなくて、え、大丈夫ですよこれから。クソだけに。本当にクソだけにじゃないですよ。うまいこと言ったと思って。その BGM 使います。いや、でも絶対使わないですよ。あげますよ。いらないです、いらないです。やめてください。著作権引っかかるから。年内は皆さんたくさんお世話になりました。来年はですね、もうその BGM を使わずに健全に活動してまいりますので、応援よろしくお願いします。2020年ありがとうございました。あと今回コラボしていただいたケロちゃんのチャンネルも画面の下にありますので、そちらもぜひチェックしてください。また次の動画でお会いしましょう。